アリストテレス、アリストテレス、アリストテレース、全384年全322年3月7日は古代ギリシアの哲学者である。プラトンの弟子であり、ソクラテス、プラトンと共に、しばしば西洋最大の哲学者の一人とされ、その多岐にわたる自然研究の業績から万学の祖とも呼ばれる。特に動物に関する体系的な研究は、 古代世界では東西に類を見ない、イスラーム哲学や中世スコラ学、さらには近代哲学、論理学に多大な影響を与えた。また、マケドニア王アレクサンドロス三世、通称アレクサンドロス大王の家庭教師であったことでも知られる。アリストテレスは人間の本性が知を愛することにあると考えた。ギリシャ語ではこれをフィロソフィアと呼ぶ。 フィロは愛する、ソフィアは知を意味する。この言葉がヨーロッパの各国の言語で哲学を意味する言葉の語源となった。著作集は日本語版で17巻に及ぶが、内訳は刑事上学、倫理学、論理学といった哲学関係のほか、政治学、宇宙論、天体学、自然学、物理学、気象学、博物史学的なものから分析的なもの、その他、 生物学、史学、演劇学、及び現在でいう心理学なども含まれておりた岐に渡る。アリストテレスはこれらをすべてフィロソフィアと呼んでいた。アリストテレスの言う哲学とは知的欲求を満たす知的行為そのものとその行為の結果全体であり、現在の学問のほとんどが彼の哲学の範疇に含まれている。名前の由来はギリシア語のリストース、最高のと、 テロス、目的から、紀元前384年、トラキア地方のスタゲーロス、後のスタゲーラにて出生。スタゲーロスは、カルキディケ半島の小さなギリシア人植民地で、当時マケドニア王国の支配下にあった。父は、ニコマコスと言い,い、マケドニア王アミュンタス三世紀の爺であったという。幼少にして、両親を亡くし、義兄、プロクセノスを、 公権人として少年期を過ごす。このため、マケドニアの首都、ペルラから公権人の居住地である小アジアのアタルネウスに移住したとも推測されているが、明確なことは伝わっていない。紀元前367年、17から18歳にして、ギリシアの学校とペリクレスの歌ったアテナイに上り、そこで、プラトン主催の学園、アカデミアに入門した。 修行時代のアリストテレスについては、真偽の定かならぬ様々な話が伝えられているが、一説には親の遺産を食いつぶした挙句、食いぶちのために軍隊に入るも挫折し、除隊後に屈指として身を立てようとしたが、うまくいかず、それでプラトンの門を叩いたのだという者も,もいた。いずれにせよ、彼はそこで勉学に励み、プラトンが死去するまでの20年近い年付き、学徒として、 アカデミアの門に泊まることになる。アリストテレスは、シ・プラトンから学校の精神と評されたとも伝えられ、時には教師として行進を指導することもあったと想像されている。紀元前347年に、プラトンが亡くなると、その老いに当たるスペウシッポスが学等に選ばれる。この時期、アリストテレスは学園を辞して、アテナイを去る。アリストテレスが学園を去った理由には、 諸説あるが、デモステネスらの反マケドニア派が勢いづいていた、当時のアテナイは、マケドニアと縁の深い在留外国人にとって、困難な状況にあったことも、理由の一つと言われている。その後アカデメアは、529年に、東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌス一世、在位527年から565年によって、閉鎖されるまで続いた。 アカデメイアを去ったアリストテレスは、アカデメイア時代の学友で、コアジアのアッソスの選手であるヘルミアスの招きに応じて、アッソスの町へ移住し、ここでヘルミアスの命にあたるピュティアスと結婚した。その後紀元前345年に、ヘルミアスがペルシア帝国によって捕獲されると難を逃れるために、アッソスの対岸に位置するレスボス島のミュキレネに移住した。 ここではアリストテレスは主に生物学の研究に、勤しんでいた。紀元前342年、42歳頃、マケドニア王フィリッポス2世の将兵により、当時13歳であった王子、アレクサンドロス、後のアレクサンドロス大王の主婦となった。アリストテレスは、首都ペラから離れたところに、ミエザの学園を作り、弁論術、文学、科学、医学、そして哲学を教えた。 ミエザの学園には、アレクサンドロスの他にも、貴族階級の子弟が彼の学友として多く学んでおり、後に彼らはマケドニア王国の中核を担う存在となっていった。教え子アレクサンドロスが王に即位、紀元前336年した、翌年の紀元前335年、49歳、頃、アテナイに戻り、自身の指示により、アテナイ郊外に、学園、 リュケイオンを解説したリュケイオンとはアテナイ東部郊外のアポロンリュケイオスの新域たる土地を指す。弟子たちとは学園のフ老、ロペリパトスを商用、そぞろ歩き、散歩しながら議論を交わしたため彼の学派は商用学派、ペリパトス学派と呼ばれた。このリュケイオンもまた529年にユスティニアヌス一世によって閉鎖されるまで。 アカデミアと対抗しながら存続した。紀元前323年にアレクサンドロス大王が没すると広大なアレクサンドロス帝国は正常不安に陥り、マケドニアの支配力は大きく減退した。これに伴ってアテナイではマケドニア人に対する迫害が起こったため、紀元前323年61歳頃、母方の故郷であるエウボイア島のカルキスに身を寄せた。 しかし、そこで病に倒れ、あるいは、毒人事を煽ったとも、紀元前三百322年、62歳で死去している。アリストテレスの著作はもともと550巻ほどあった、ともされるが、そのうち現存しているのは、約3分の1である。ほとんどが抗議のためのノート、あるいは自分用に認めた研究ノートであり、公開を想定していなかったため簡潔な文体で、書かれている。 この著作はリュケイオンに残されていたものの、アレクサンドリア図書館が建設され、資料を収集し始めると、その資料は小アジアに隠され、そのまま忘れ去られた。この資料はおよそ2世紀後の紀元前1世紀に再発見され、リュケイオンに戻された。この資料は、ペリパトス学派の11代目学等である、ロドス島のアンドロニコスによって、紀元前30年頃に整理、編集された。 それが、現在、アリストテレス全集と呼称されている文献である。したがって、我々に残されている記述はアリストテレスが意図したものと異なっている可能性が高い。キケロラの証言によれば、シプラトン同様、アリストテレスもいくつか対話編を書いたようであるが、まとまった形で伝存しているものはない。アリストテレスは、論理学があらゆる学問成果を手に入れるための、 道具、オルガノンであることを前提とした上で、学問体系を、理論、テオリア、実践、プラクシス、政策、ポイエーシスに散分し、理論学を、自然学、刑事情学、実践学を、政治学、倫理学、政策学を、私学に分類した。アリストテレスの哲学には現在では、多くの誤りがあるが、その誤謬の多さにもかかわらずその知的巨人さゆえに、 あるいは、キリスト教徒の結びつきにおいて、宗教的権威づけが得られたため、彼の知的体系全体が中世を通じ疑われることなく、崇拝の対象となった。これが後に、ガリレオ・ガリレイの悲劇を生む要因ともなる。中世の知的世界はアリストテレスがあまりにも大きな権威を得たが故に謝れる、権威主義的な知の体系化が行われた。しかし、 その後これが崩壊することで、近代科学の基礎確立という形で人間の歴史は大きく進歩した。アリストテレスの相対的な哲学の領域を構成していた個別の学問がその外に飛び出し、独立した学問として自立し成立することで、挙手的には、これが中世以降の近世を経て、現代に至るまで続いてきた学問の歴史となる。アリストテレスの誤りの原因は、 もっぱらし弁に基づき頭で作り上げた理論の部分で事実に立脚しておらず、それが原因で近代科学によって崩れたが、その後事実を見出していくこと、ファクツファインディングが原理となったとする立花隆の見解がある。アリストテレスのシプラトンは対話によって真実を追求していく問答法を哲学の唯一の方法論としたが、アリストテレスは 経験的事象をもとに演劇的に真実を導き出す分析論を重視した。このような手法は論理学として三段論法などの形で体系化された。アリストテレスの死去した後、彼の論理学の成果はオルガノン、オルガノン六巻として集大成され、これをもとに中世の学徒が論理学の研究を行った。アリストテレスによる自然学に関する論述は、 物理学、天文学、気象学、動物学、植物学等多岐にわたる。プラトンは、イデアこそが、真の実在であるとした、実在行走説が、アリストテレスは、果感的かつ行走が質量と不可分に結合した、個物こそが、基本的実在、第一実体であり、それらに適用される、類の概念を、第二実体とした、個物行走説。 様々な物体の特性を決定づけているのは、音と霊、犬と質の対立する性質の組み合わせであり、これらの基礎には火、空気、水、どの四大元素が想定されている。これは、エンペドクレスの四元素論を基礎としているが、より現実や感覚に根ざしたものとなっている。アリストテレスの宇宙論は、同心円状の階層構造として論じられている。 世界の中心に地球があり、その外側に、月、水星、金星、太陽、その他の惑星等が、それぞれ各層を構成している。これらの天体は、前述の四元素とは異なる、完全元素である、第五元素、アイテール、エーテルから構成される。そして、アイテールからなるがゆえに、これらの天体は、天球上を永遠に、円運動しているとした。さらに、 災害層には不動の動舎である世界全体の第一動舎が存在し全ての運動の究極の原因であるとした続く刑事情学自然学の後の書においてはアリストテレスはこれを神とも呼んでいるアリストテレスの自然学研究の中で最も顕著な成果を挙げているのは生物学特に動物学の研究である生物学では 自然発生説をとっている。その研究の特徴は、系統的かつ網羅的な経験事実の収集である。数百種にわたる生物を詳細に観察し、かなり多くの種の解剖にも着手している。特に、海洋に生息する生物の記述は、詳細なものである。また、鳥の受精卵に穴を開け、発生の過程を詳しく観察している。一切の生物は、不集計。 和訳では、霊魂とするを有しており、これをもって、無生物と区別されるとした。この場合のプシューケーは、生物の行奏であり、ペリップシューケース第2巻第1章、栄養摂取能力、感覚能力、運動能力、思考能力によって規定される、ペリップシューケース第2巻第2章。また、感覚と運動能力を持つ生物を動物、 持たない生物を植物に二分する生物の分類法を提示している。ただし、動物史、第六巻第一章では、植物と動物の中間にいるような生物の存在を示唆している。さらに、人間は、理性、作用する理性、ヌースポイエティコン、受動理性、ヌースパテティコンによって、現象を認識するので、他の動物とは区別される、としている。 アリストテレスは、彼の死プラトンのイデア論を継承しながらも、イデアが、古物から有利して実在するとした考えを批判し、死のイデアと区別して、エードス、行造と、ヒュレー、質量の概念を提唱した。アリストテレスは、世界に正規する現象の原因には、質量元と、行僧元があるとし、後者を、さらに、動力元、作用員、行僧元、 目的元の三つに分けて、都合四つの原因、相手や愛知やがあるとした、四原因説、刑事上学 A 巻、自然学、第二巻第三章等。事物が何でできているかが、質量元、そのものの実態であり、本質であるのが、行走元、運動や変化を引き起こす資源、ある形記念性を押すは、動力元、とディアティ、そして、 それが目指している終局、とテロスが目的元とフーヘネカである。存在者を動体的に見たとき、潜在的には可能であるものが素材としての可能体、デュナミスであり、それとすでに生成したもので思考が具体化した現実体、エネルゲーアとを区別した。万物が可能体から現実体への生成のうちにあり、質量を持たない純粋行層として、 最高の現実性を備えたものは、神、不動の同者と呼ばれる。イブンシーナーラ中世のイスラム哲学者、神学者やトマス・アクイナス等の中世のキリスト教神学者は、この神概念に影響を受け、彼らの宗教を、キリスト教、イスラム教の神、ヤハウェアル・ラーフと同一視した。アリストテレスは、術後、A は B であるという時の B にあたるの種類を、 範疇として、下記のように区分する。すなわち、実体、性質、量、関係、能動、受動、場所、時間、姿勢、所有、カテゴリー論第四章。ここで言う、実体は、普遍者であって、種や類を表し、術語としても用いられる、第二実体。これに対して、術語としては用いられない期待としての第一実体があり、 行走と質量の両者からなる個物がこれに対応する。アリストテレスによると、人間の栄意にはすべて目的があり、それらの目的の最上位には、それ自身が目的である、最高善があるとした。人間にとって、最高善とは、幸福。それも卓越性、ある程度における、活動のもたらす、満足のことである。幸福とは、単に快楽を得ることだけではなく、 政治を実践し、または人間の霊魂が固有の行走である理性を発展させることが人間の幸福であると説いた幸福主義。また、理性的に生きるためには中央を守ることが重要であるとも説いた。中央にあたるのは恐怖と平然に関しては勇敢、快楽と苦痛に関しては、節制、在価に関しては慣行と豪華、豪気、名誉に関しては教授。 怒りに関しては恩は、交際に関しては親愛と真実と基地である。ただし、周知は常念であっても、徳ではなく、周知は、加減的にだけ良きものであり、徳においては、醜い行為そのものが許されないとした。また、各々にふさわしい分け前を配分する、配分的正義、幾何学的比例と、損なわれた均衡を回復するための裁判官的な、強制的正義、 三術的比例、これに加えて、等価交換的正義とを区別した。アリストテレスの倫理学は、ダンテアリギエリにも大きな影響を与えた。ダンテは、訂正論において、ニコマコス倫理学を継承しており、新曲地獄編における地獄の階層構造も、この倫理学の分類によっている。なお、彼の著作である、ニコマコス倫理学の、ニコマコスとは、 アリストテレスの父の名前であり、この名前でもあるニコマスから命名された。アリストテレスは政治学を表したが、政治学を倫理学の延長線上に考えた。人間は政治的生物であると彼は定義する。持続して共同の必要のないものは神であり、共同できないものは野獣である。両者とは異なって人間はあくまでも社会的存在である。 国家のあり方は、王政、貴族制、ポリティア、その逸脱としての選手性、下等性、民主性に区分される。王政は、父と息子、貴族性は、夫と妻、ポリティアは、兄と弟の関係にその原型を持つといわれる、ニコマコス倫理学。アリストテレス自身は、一目で見渡せる、小規模のポリスを理想としたが、 アレクサンドロス大王の登場と退場の舞台となった、この時代、情勢は世界国家の形成へ向かっており、古代ギリシャの伝統的都市国家体制は過去のものとなりつつあった。アリストテレスによれば、芸術創作活動の基本的原理は模倣、未明室である。文学は言語を使用しての模倣であり、理想像の模倣が悲劇の成立には必要不可欠である。 作品授業の目的は、心情の浄化としてのカタルシスであり、悲劇の効果は急転、ペリペテイアと人物再人アナグノオリシスとの交説によるという、古典的作劇術の三一致の法則は、彼の私学にその根拠を求めている。アリストテレスは、紀元前四世紀にアテナイに創建された学園、リュケイオンでの教育用のテキストと、 専門家向けの論文の2種類の著作を表したとされているが、前者はいずれも散逸したため、今日伝承されているアリストテレスの著作はいずれも、後者の専門家向けに著述した論文である。現在のアリストテレス全集は、ロドスト出身の学者であり、商用学派、ペリパトスパの第11大学等でもあったアンドロニコスが、紀元前一世紀に、 ローマで編纂した意向が原型となっている。ただし、プラトンの場合と同じく、この中にも、商用学派、ペリパトスパーの後輩たちの作や、後世の創作といった、アリストテレスの手によらない儀書がいくつか混ざっている。ルネサンス期に至り、15から16世紀頃から、印刷術、印刷業が確立、発達するに伴い、アリストテレスの著作も様々な印刷工房から、 出版され、一般に普及するようになった。現在は、1831年に出版された、ドイツの文献学者、イマヌエル・ベッカー皇帝、プロイセン王立アカデミー観光による、アリストテレス全集、通称、ベッカー版が、標準的な定本となっている。これは各ページが、左右二番組、二分割になっている、ギリシャ語原文の書籍である。現在でも、 アリストテレス著作の訳文には 984a、98 a 1といった数字とアルファベットが付記されることが多いが、これはベッカー版のページ数、左ウラン区別、サランは a、ウランは b、行数を表している。なお、現在、アリストテレス全集に含まれている作品のうち、アテナイ人の国勢だけは1890年にエジプトで発見され、 大英博物館に引き取られたパピルス写本から復元されたものであり、ベッカー版には含まれておらず、その後に追加されたものである。ほとんどはペリパトス派、商用学派の後輩たちの手による著作である。後世、万学の祖と称されるように、アリストテレスのもたらした知識体系は網羅的であり、当時としては完成度が高く偉大なものであった。しかし、 アリストテレスの学説の多くは、ローマ帝国崩壊後の混乱によって、西ヨーロッパでは一旦ほとんどが忘れ去られた。ただし、6世紀にボエティウスが反中論と明大論をラテン語訳しており、これによってわずかにアリストテレスの学説が伝えられ、中世のアリストテレス研究の端緒となった。一方、西ヨーロッパで衰退したアリストテレスの学説は、 東方のビザンツ帝国においてはよく維持され、529年にユスティニアヌス一世によって、リュケイオンが閉鎖された後は、サーサーアン・アサ、ペルシアに移住したネストリウス派のキリスト教徒によって、知識は保持され続けた。彼らは、ペルシア南西部のジュンディー・シャープールに移住し、国王ホスロー一世の庇護のもとでこの時期に、アリストテレスの著作のギリシア語から、シリア語への翻訳が行われている。 こうした文献は830年にアッパース町の第7代カリフマームーンがバグダードに設立した知恵の館に収集されシリア語やギリシア語からアラビア語への翻訳が行われたこの大翻訳事業によって訳されたアリストテレスの著作はイスラム文明に巨大な影響を与えイスラム科学の流星の礎を築いた中でもイブンシーナーは アリストテレスの影響を大きく受けており、アリストテレス哲学とイスラム科学との橋渡しの役割を果たした。こうして保持され進化したアリストテレス哲学は1150年から1210年にかけてアラビア語からラテン語にいくつかのアリストテレスの著作が翻訳されたことにより、ヨーロッパに再導入された。アリストテレスの学説はスコラ学に 大きな影響を与え、13世紀のトマス・アクイナスによる進学への導入を経て、中世ヨーロッパの学者たちから支持されることになる。しかし、アリストテレスの諸説の妥当な部分だけでなく、混入した語尾馬でもが無批判に支持されることになった。例えば、現代の物理学、生物学に関わる説では、デモクリトスの原子論、 脳が知的活動の中心説に対するアリストテレスの四元ソロン、脳は血液を冷やす、機関説等も信奉され続けることになり、中世に至るまでこの学説に異論を唱える者は出て来なかった。さらに、ガリレオ・ガリレイは太陽中心説、地動説をめぐって、生涯アリストテレス学派と対立し、結果として裁判にまで巻き込まれることになった。 当時のアリストテレス学派は望遠鏡をアリストテレスを侮辱する悪魔の道具とみなし覗くことすら拒んだとも言われる。古代ギリシアにおいて大いに科学を進歩させたアリストテレスの説が後の時代には逆にそれを遅らせてしまったという皮肉な事態を招いたことになる。ただ、その後の哲学におけるアリストテレスの影響も忘れてはならない。 例えば、エドムント・フッサールの死であった哲学者、フランツ・ブレンターノは、思考性という概念は、自分が発見したものではなく、アリストテレスやスコラ哲学がすでに知っていたものである、ことを強調している。ウニ類の成形類とタコの枕類が持っている鋼器を、アリストテレスの超鎮と呼ぶ。アリストテレスがこの鋼器の構造を調べて記録している、ことから、その名が付けられた。 a e ンボークとの SF 作品、非英の世界の A はアリストテレスのことで一般意味論から出た言葉である。1941年からギリシャで発行されていた旧1ドラクマ紙幣に肖像が使用されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。